皆さんこんにちは、ワンネルグルビージです。では今回は、ソーバイア4、第一次世界大戦もっと日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で前回はですね、圧倒的な戦力、攻撃力を持つ、ドイツ側陣営に対してですね、その国力を削ぐために、植民地を解放していこうという作戦を発動しました。で、その第一段階としてですね、ここ、北ボルネオ島、ここに上陸をかけて、オーストリア、ハンガリー軍と交戦したんですけども、初手が悪かったというのもあったんですが、やっぱりね、オーストリア、ハンガリー軍の強さの前に、残念ながら跳ね返されてしまったというところでした。なので、今回はですね、少し作戦を変えてですね、まずはクーデターを起こさせて、でそこに対してですね、支援を行っていくということで、植民地の解放を進めていきたいと思っています。では早速、その作戦を行っていきましょう。まず最初に行うのが、このパプアですね。パプアに対して、クーデター、その工作を行っていきます。クーデター工作で、パプアを選びましょう。パプアですね。選んでいます。この状態でファシストに対して、クーデター工作、支援ですね。これを行っていきます。これで時間を進めてね、クーデターが起きたらそこに支援を行っていきます。で、クーデターが起きたとすぐにね、敵が押し寄せてきたらたまったものではないので、第一艦隊、東郷さんの第一艦隊ですね。これをパプア周辺に派遣しておきます。で、続いて、加藤さんの第二艦隊ですね。この第二艦隊もね、結構な戦力有している部隊になっているので、この艦隊も、この後ね、戦いが予想されるセレベス、南シナ、この辺りへと、進めておきます。でもちろん、すぐにね、支援をしていってあげなきゃいけないので、上陸部隊のコントロールというのもしていきます。今回、そしたらね、どの軍を送るかというところになるんですけども、機動装甲軍を送っていきましょう。機動装甲1軍を送っていきます。で、研究枠の方はですね、今、画面の右上に1929年と出てると思うんですけども、1927年の、支援中隊ですね。これを全部作っていきます。研究していきます。なので、機動装甲1軍の方は、長崎の方へと移しましょう。続いて、この後ね、戦いがシビアになると思うので、まず輸送船の、数を増やしていきます。さらに、主力になってもらう従順クラスですね。軽巡は作っているので、従順。これをいくつか作っていきたいなと思っています。従順固まって研究が終わってないかな？研究ツリー見ましょう。従順は、そうだね、最上型まで研究進めてから従順だな。そう考えると、駆逐艦の数を増やすっていうことで、一旦手を打ちましょう。しっかりとパプアを解放していく。解放したらそこにね、軍を駐留させてあげるというのを忘れずにセットで行っていきましょう。で、ドイツの持っているパプア、オーストリア・ハンガリーの持っているボルネオ、ここを取ったら次ちょっと遠いんですよね。次行けるのがやっぱりここになるんだよね。ドイツ帝国。ちょっと遠いよな。ここまでの制海権が取れるのかっていうのが一番のね、ポイントにはなってくるので、ここに対しては、海軍の戦力増強が急務とじゃあ今海軍戦力どうなってるのっていうと、第1艦隊から第6艦隊まであります。で、第1、第2艦隊はもう増強を重ねていて、まあ、それなりの戦力になってますね。第1艦隊は空母に戦艦が8、9、10という、まあ、現状最強の戦力を持っています。で、第2艦隊もね、空母に戦艦が6かな、持っているので、まあ、十分にドイツ軍と、まあ、殴り合える戦力にはなっているはずです。まずは海上でね、ドイツ軍の艦隊を撃破すればするほど制海権が確保しやすくなるので、そのあたりはチャンスを逃さずに撃破していきたいですね。ちなみにオーストリア・ハンガリー軍の艦隊戦力それなりにあるね。103から116か。ドイツは、まあ、その半分。そう考えると海軍戦力に関してはドイツよりもオーストリアの方が、まあ、我々にとっては脅威と言えるのかもしれないですね。我々の海軍戦力は224。まあこれは小型艇とかも含めてですけど、おっとウォール街で大暴落の話とクーデター両方起きたね。じゃあまずはウォール街の話見ておきます。ブラックサーズデーと呼ばれる歴史的な最低水準に叩き落としたと出てますけど、僕からするとね、もちろん経済状況の話ではないんですけども、気持ち的には毎週毎週ブラックマンデーですからね。さあ、ではここで想定していたクーデターがうまくいっているので、そうだね、ドイツ第三帝国が新たに生まれてます。じゃあここに対しては早速ですが、軍事通行権の要求、行っておきましょう。これが飲まれればすぐに部隊を送ります。 OK だ、受諾したね。じゃあ我々の、機動装甲1軍を送ります。機動装甲1軍が活躍をしてくれればそこは守りきれるでしょうという判断ですね。不可侵条約はもうちょびひげじゃないね。ドイツ第三帝国はまだこの時点では。では機動装甲2軍の方に、移していきましょう。機動装甲2軍の方はこの後オーストリア・ハンガリーに対して、まあ、守りに入ってもらうと。ということで、この機動装甲2軍を長崎に集めておきます。では続いて作戦通りクーデータ工作、北ボルネオ島に対して行っていきます。とこれ見るとどうなんだろう。少しばっかし補給状況が良くないね。補給状況が良くないので、一部の軍を機動装甲2軍に移しましょう。で、残った機動装甲1軍の方でしっかりと守りをしていきます。ん、いきなり強襲助力かけてきてるな。まあここはただしっかり防御できてるね。強襲助力をかけられる事態になっているということ自体が少し想定外なので、艦隊の展開状況を確認していきます。艦隊ですね。第1艦隊。第1艦隊やられた形跡がある。回戦結果。東郷さんの艦隊が敵の艦隊一応撃破はしているように見える。壊滅させてるよね。戦艦2、従順が2にクルーザー1を撃沈はしてます。で、味方の損害はなし。さすがだな、東郷さん。ただ、それでいてもなお、上陸をかけられたというところに不安があるな。何だったんでしょうね。それと、どうしてもここ、状況が良くないね。放っておいても大丈夫なのかどうかっていう判断が少し難しいな。補給がね、全く問題ないですっていうグリーンのステータスではなくて、少しオーバーのイエローになっているので、まあ、心配ではありますが、まあしょうがないね。一旦このまま行きましょう。さあ続いて、ボルネオだね、ボルネオ島。ボルネオ島近辺でいうと、この辺りで敵が展開しているのかな。世界圏が確実になってないよね。第三艦隊も投入しましょう。セレベス海と南シナ海に第三艦隊投入です。ボルネオの方もそうなると、あまり十分な量の補給は見込めないと思っておいていいと思うので、送る部隊を再考する必要があるな。よし、クーデター起きてますね。クーデターの支援をまた行っていきましょう。そしたら、まずはその前に混合型、新しくできるんで、混合型作っていきます。で、ここに対しては、そうだね、オーストリアになってるね。では早速、オーストリアに対して、軍事通行権の要求を行って、部隊を送っていきましょう。どの部隊を送る？山岳兵部隊を送るか。山岳兵部隊を送るか。全然だもんね。ここに関して言うと。本当に。まあ、いわゆる、補給っていう意味で言うと、ひどいものがあると言っていいよな。ここにあまり大きな部隊は送り込めないよね。ここは山岳兵の一部、を割きましょうか。山岳兵から、まあ、2部隊ほど引き抜いて、2部隊で足りる ?3 部隊。いや、もうそもそも、足りてないからね。補給が。無理はさせない。まあ、上陸させないことが大前提にはなりますけどね。では、オーストリアの状況を見ていきます。部隊数それなりにいるね。10から13。まあ、確実に敵の戦力、そして資源を削っているという意味では、まあ、作戦通りではありますよね。さては、まあ、強襲上陸ではどうにもならなかった、ボルネオとそしてパプアを確保しました。ここまでは、ある意味では作戦通り、やってきた通りということだと思うので、まあ、順調に進んでいると見ていいでしょう。ドイツ第三帝国3師団しかないっていうのは寂しいよな。寂しい。さあ、続いての標的、探していきましょう。こう見ると、東インドまでは確保したので、西インド、東アフリカ海岸の制海権を取って、アフリカ大陸に進出するっていうのが一番のセオリーになるね。で、その場合、どうするかというと、ちょっと確認しておきたいのが、ここだね。タンガニーカに対してクーデターを起こさせて、タンガニーカに上陸して、敵をなんとかうまく駆逐していくということですかね。資源マップ見るとタンガニーカ何にもないわ。タンガニーカ何もないけど、アフリカ大陸をまあうまくドイツから解放できれば、少なくとも鉄はもうないにせよね、ゴムをだいぶ削れるんで、まあ、商機が少しずつ増えてくる。まあ依然絶望的な状態ではありますけどね。あとオーストリア・ハンガリーが持っているところがあればというところですかね。いや、オーストリア・ハンガリーとかもうほんとやだわ。さあ、我々の軍も駐留してるし、なんとか、ここはここで持ってもらうしかないかな。あ、いやいや、だいぶあれだね、改善してるね。これ見ると、こんだけ部隊駐留してればなんとかなるんじゃないかな。ウクライナも軍を送ってくれている。となると不安なので、少し部隊増強しておきましょう。山岳兵をこの島国に送るというのも、まあどうかと。ボルネオ島ってもちろん全然行ったことないんですけど、どうなんですかね。山岳兵を送ってますけど、高低差とかあるようなところなんだろうか。まあ、これ見る限りちょっとよくわからないけど、あんまりなさそうだね。はい。じゃあここまで時間を進めてきましたが、今回少し短いんですが、ここまでにさせていただいてですね、基本的な作戦の、進め方に関しては、お話をさせてきていただいている通りですね、クーデターとうまく組み合わせてですね、ドイツ軍を削っていくと。まあそういうやり方を考えています。で、次は、制海権をしっかりこの辺り確保してですね、ここに対して、部隊を送り込めるシーレーン確保後、アフリカ大陸に進出というのを考えています。なので、部隊をね、速やかに上陸させて、支援していくということが重要になると思うので、部隊をね、あらかじめ、動きやすいところに用意したりとか、そういう工作はしておきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。